どうやって誰に言うとんのじゃ。どうやって誰に言うとんのじゃって聞いとんじゃん、これボケ。おのれに一人で日本全国のどうやって責任問題だ、これ。お前がそんな風に打っとる喧嘩、こんな日本国憲法にも喧嘩打っとんねや、俺。そんなお前逃げんな。どんだけ心抜きそうだか分かっとるのか。どんだけ辛い思いしたと思っとんねや。今そういう風な話になっとっての。どうやって誰に言うとんのじゃって聞いとんじゃん、これ。どうやって誰に言うとんのじゃって聞いとんじゃん、これ。おのれに一人で日本全国のどうやってせえや。あ？あ、俺も童話の人間やでな、ボケ。あ？何丸とんのじゃ、ボケ。あ？童話って誰に言うとんのじゃ。童話って言うてええんか。童話っていう言葉を、童話とかなんとか、童話とかいう話聞いたことないな。童話とかなんか誰ろ、お前。童話や言われてな。童話のもんが寄ってきて、差別するのか、お前。童話とは差別するんだったかな。別に構わねえ。白人、黒人、フィリピン人、タイ人。大体な、タグったら大体身内になんねえわ。差別するのか、お前。ボケ。あ？日本全国の童話連れてきたと思うねんな。ボケ。あ？毎日毎日お前しんどい思いして。ボケ。あ？ブラックとか言わへんなか？ボケ。あ？死ぬよ、ブラックとしてどこ？あ？死ぬよ、ブラックとしてどこ？ボケ。